以上です。大丈夫。いい声してるね。はい。いい声してるから、いい声してるよ。これからね、車で3時間かけて群馬県行くんですよ。3時間そう、そう、その群馬県でワカサギ釣りをしたいと思います。あ、面白いね。あ、好きだね。面白い。上里サービスエリアに来てます。はい、よいしょ。何するんですか、ここで。何するんですか。で、なんだっけ、ブレイクバスト、ブレイクバストショッピング神々やな、お前。ダンゴ呼んでこいよ。呼んでたくせに。今回はブレイクファーストショッピング。はい、日本語にするとファーストだから最初のショッピングだから買い物する。あ、ブレイク、ブレイクは壊す。うわー、最初の後押せ。何をするんですか。何するんですか。教えてください。教えてください。お小遣いがもらえるらしいです。ただし、はい、その額は3種類あるんですよ。はいはいはい、6人中4人には500円、はい、1人は1000円もらえます。だいぶ軽いね。そうです。残る1人はなんと、なんと来るよ。1万円とはなんと300円。オーマイガッド。300円ごめん、何も買えんやん。小麦一焼きしか買えないよ。あれじゃお腹いっぱいなんないよ。お小遣いの額を決めるのはなんと厳しくじ引きでいきます。どんどん引こう。300円でもない運命だ。そうだ、はい、これはいいよ、別に500円でも全然。じゃあいいですか、広げて。はい、はい、せーの、ダーン。やったー、やったー。マジで残り持ってない。500円さっ300円は誰かな。金指くんです。自分回してからちょっとせこいとこ入れといたんだけど、私に挟まってやったら見ちゃった。お前一番取りにくいところ。ちょっと、いや、だって俺さ、最後に今挟まってたんだ。やり直し、やり直し。無理無理、やだやだ。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。レッツゴー。ちょっと野菜、ワンチャン安いんじゃないかっていう。あ、うまそう。400円だ。さあ、なんで僕がここに来たかというと、ちょっとさ、僕これね、今お財布持ってるんで、自腹切って、このセルフガチャ回したいと思います。さらば。あー、ゆずくん行きましたよ。行きますよ、皆さん。はい、この赤いプツキー。え、引いてんの。え、やっと来ました。あ、でも、待って、ほら、音がしないよ、これ。うわぁ、ゴング。それ1000円。はい、朝ごはん買いに行きたいと思います。パンあるよ、パンあるよ。まずビーフカレードーナツ180円ってことは390円だ。110円になっちゃった。お、パンだ。いや、俺パンなんだよな、朝。そうなんですよ。よし、そう。4番買います。めっちゃ美味しいじゃん、こんな。パンドーナツも好きなんですよ。ずっと美味しい。俺、金指これ1個買っただけで。カツカツの。1個で限界。2個も買ったら挟んだわ。え、でもなんか好きなやつはどうでもいけそうです。すごいの食べます。あ、無理ですね。何十円オーバー。やっぱパンがいいかなと思いましたよね。うん、パンめっちゃいる。ちょっと一回外の屋台見に行くか。チーズソースで。さあさあさあ、僕は何を買うでしょうか。那須くん、俺と同じ390円。ありがとうございます。いただきました。てるうまそうだな。いや、これにしようかな。皆さん、はい、買ってきましたか。めっちゃいいですね。誰だろう。ででん、ドーン。うわうわ、そう。肉巻きおにぎりブー。うわ
うまそう。ちょっと、いやこれマジでね、見てる人に伝わるくらい多分いい匂いだと思う。さっきからなんかそれで香ばしい香りするんですよ。でしょ。でもこれ俺だけじゃないんですよ、この香ばしい匂いって。じゃあ一緒にいいですか、発表しちゃってて。チーズのはみ出てる。そう、実は、うまそう。甘だれ味噌かな。甘だれ味噌。いい匂いするでしょ。絶対うめえやそれ。どちらも450円でした。おお、50円は俺のものになった。俺のものになった。じゃーん、たこ焼き。あったかい。ちょっとお店の前通ったんだけどちょっと匂いが良くて、ね、買っちゃったんですよ。でこれいくらだったんですか。これ390円。なるほど、はいはい。じゃあ僕はあのパンで、はい、カレーパンとなんかチョコのマフィン買いました。でこれ合わせて僕も390円だったんですよ。はい、で那須くんとね、はい、ちょ2人で待ってて110円ずつ余ったな。もう一個の活用できないかな。これなんかいける気がする。何かあんこ買えるよ。あげもちまずちょっと一個ずつ食べてくれ。もうあげもちしようぜ。あーげもち。なるほどね。これそう、ニコラからして。うまそう。そうさあ、どんだけいいの買ったんだ。あメロンパン。あー前回もいたね、メロンパン。メロンパン好きなんですけどね。はい、そして、はい、アンドーナツ。おーマルゲリータ。マジか、3つ目来たよ、3つ目。次はですね、こちら、はい、デザートのアイス。やばーやばい。けちゃん一人フルコースやん。一人行きたい。はい、こちら。あーみんなで食べるかな。マジで。これが1000円の余裕だよ。使ったお金は996円です。うわうわー、攻めたね。90円。90円ってもうないよな。前80円っていうのがあったんですよ。いい。ありました。86円。86円。よかった。いい。マジで優しい。優しい。しい。ユウヤの約3分の1だから。はい。素直な気持ち。カメラマンから130円。もう半分。やばい。チョココロネ。おお。160円。ということは290円でした。フィニッシュ。リュウダがその何も考えやつにいろんなの買ってるのと思いましたね。何も考えてない。バンバン買ってた。そう、いやでも俺はねこえマジふざけんなよ。待ってやるよ。うわうわ、ふざけんなよ。何が良きところでだ。良きところでマジでよ。シャーシャーシャー。まあまあ大融合パターンよ、もうまあまあマジでさ。まあ、ルールはですね、はい、まあ、コズミックメロディーを流して、はい、ここを回していきます、はい、そこで止まった時点でその自分のものに合ったものが朝食です。あー怖え。いきます、ミュージックスタート。マジで行くよ。せーの、5 6 5 6 7 8。はい、こっちもし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 。はい、せーの、はい、せーの、はい、手に持ったやつ OK。 はい、これね、超軽い。なので、おい、もう絶対俺のじゃないじゃん。俺のもあったかい。俺のやつだから冷たいよ。いいっすか、一緒に。せーの、うわー、やったー。うわー、うわー、優雅のやー。じゃあ、俺、わかんねー。ちょっと、ダンスのセットとかみんな発表してこい、それぞれ。大将のこれ以上当たりじゃん。全然当たりじゃねえ。忘れた。これね、実はね、自分の選んだ。おじゃー、いいなー。俺はリュウガのせいでーす。下るいわ。俺なす。メロンパンマジ食いたい。イエーイ。じゃあメロンパンから食べようかな。メロンパンだー。これは修正。イエーイ。じゃあいただきます。いただきます。マジでめっちゃいい匂いなんだよね。まあ、たこ焼き。はい、いただきます。あ、うん、メロンパンめっちゃ食いたい。おーい、ど
か一口だけね。マジ？あー、ブーメラン。ブーメラン。なほだな、お前。一口ちょうだいよ。いいよ。どうぞ、あげブーメラン。なんかちょっとブラザー、ブラザー、ブラザー。欲しい？本当にあれ欲しいですか？え？よかった。チョコマフィン。じゃあ、一緒にこのメロンパンをあげます。あ、はい。ホームラン。どうどうマジで欲しい。うまうまそう。本当に。いや、たこ焼きうまいやろ。マジで一口でいい。頼む。たこ焼きいただきます。もうね、これ横からこっちで横から食べて。おいしい。縦からじゃ喉に突っかかる。うまー。ごちそうさまでした。早っ。リュウがテンション低っ。うんまっ。めっちゃお腹空いてる。めっちゃ買ったのに。メロンパン普段食べないんじゃん。ふざけんなよ。感想言えよ。そんなことどうでもいい。メロンパンってこんな味だったの。ふざけんなよ。くそ。さあ、はい、はい、お腹いっぱいになりましたか。なりました。なりました。俺もちょっとなってないけど、まあ、でも美味しかったからね。そう、美味しかったから、うん、美味しかったね。またこういう企画またやりたいなって思います。そうですね。うわ、うめえ。めっちゃ結構持ってる。雪山やん。ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いけない。この先進めない。とりあえず電波のあるところに、はい、行きますか。ラスが言ったんだろ、この企画なんとかしろよ。ジャニーズジュニアチャンネルというものなんですけれども、やっぱり撮影とかって大丈夫ですか？おう、ユーターしてます。クマサンキュー。クマありがとう。あー、ショックだわ。俺はワカサギ連れに来たのに。寒いな。でも最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。